1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コースから4コースまで揃ったスリット、そして6番山崎も好スタート。レースは1周1マーク。1番小金井の陰線、2番宮崎差し込んで、3番寺田まくり出していきました。最内からは5番大沢バックストレッチです。先頭インから押し切る小金井が3停身のリード。2番手争いは3番寺田の内側に5番の大沢、外からは4番藤原、差がなく6番山崎、最後方に2番宮崎。スタートは前提正常でした。2マーク1番小金井がトップで旋回。2番手は小回りする5番の大沢、外を握る3番寺田、方面へと戻ってきています。そして1周2マークアクシデントがありまして、4番藤原にアクシデント、2周の1マークです。1番小金井がトップで旋回です。2番手で5番の大沢、3番手3番寺田、4番手で6番山崎、そして5番手2番宮崎バックストレッチです。上位体制は1番5番3番、その後ろ6番2番と追走です。なお1周2マークアクシデントがありまして、4号艇藤原さな転覆のため失格となっています。トレーセード側のビーナスシリーズ2日目の戦いは後半戦第7レース予選競争を迎えています。なお引き続き安定版使用、周回短縮の2周戦です。また7レース1号艇宮崎つぐみは前半レース負傷のため欠場となりまして、5艇による競争となります。ボートレース江戸川のビーナスシリーズ2日目の戦いは8レース予選競争を迎えています。引き続き安定版使用、周回短縮の2周戦です。なお8レース欠場があります。6号艇藤原さなは前半レース負傷のため欠場となりまして、5艇による競争です。1番2番3番4番6番5番の体型です。第11レーススタートしました。2番3番2人、おっとこれは非常に2艇は早いタイミングとなってしまったか。1号艇コーナー先手の前のただいまのスタート、残念ながら問題があるようです。お知らせいたします。2号艇の森安博正、3号艇の横井健太の2人がフライング。2と3に関する投票権すべて返還されますのでご注意くださいませ。1番2番3番4番5番6番の枠なりの3対3、1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコースから1号艇センター、アウト勢からは3号艇4号艇と出ていって、逃げる1号艇の伊藤、刺してきました2号艇、その真ん中3号艇4号艇5号艇でややごちゃついて、あとは6号艇です。さあバックセッチャー1号艇の伊藤、懐から刺して2号艇の小松です。真ん中に3号艇でインコースから231バック伸びて2号艇の小松拓司、後ろで5号艇4号艇6号艇、なおスタートは正常でした。第2ターンマークではまず2号艇の小松が行った、後ろ1号艇バタついて流れた、懐小回りで3号艇先頭には刺した2号艇の小松、2番手3号艇に3番手1号艇となってレーサーに2周目へと入ります。さあ先頭には刺した2号艇の小松拓司、2番手には3号艇の渡辺信弘、3番手が1号艇で伊藤義智となっています。2周目で出したマーク、3号艇の外全速1号艇を振り込んで転覆、5号艇が上がってきて上位が235です。なお1号艇の伊藤義智が失格となっています。
1番6番ダッシュ2番3番4番5番スタートしました。2コースから4コースの4名がこうスタート。特に5コースからの4号艇は0台か。1マーク6号艇マクル石川、外行く2号艇浅見、そしてくるった内側からは3号艇中井俊介ですが、先頭争い立て直した6号艇石川を捉えた3号艇中井俊介と5号艇の森友哉、この3艇が横一線。わずかに最内5号艇森友哉リードか。第6レーススタート正常2マークは5号艇森が先手を取る。握る6号艇石川慎二、差し込んだ3号艇中井俊介ホームストレッチ。このサシャンドルが決まって3号艇中井俊介単独先頭、2艇四半リード。2番手争いは5号艇6号艇が並ぶ。内側に5号艇森友哉、外に6号艇石川慎二となっています。後方アクシデントがあった模様です。目下のところ3番5番6番か、つけまいった6号艇石川慎二でバックストレッチ。全速攻撃6号艇か。なおお知らせいたします、2号艇浅見、4号艇三浦は失格となっています。2号艇浅見、4号艇三浦は失格です。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。わずかに2コース3コースコースタートから2号艇金子、3号艇宮崎、しかしインから先に回ろうと1号艇柳生、さす2号艇金子、まくる3号艇宮崎、内からは4号艇村田、バックへと入ります。先頭は1号艇柳生が優勢、2番手追走、内から4号艇村田、外からは2号艇金子、並走となっています。なお後方アクシデントとなっています。スタートは正常です。お知らせいたします、3号艇宮崎進む転覆失格、3号艇宮崎は転覆失格となっています。1番3番6番2番5番4番です。スタートしました。1番3番6番と内の手かなり踏み込んだスタートを見せています。大外から出ていくのは4号艇の菅、速いスタート合戦から握っていったのは4号艇の菅組や、内側から3号艇の土屋が抜けてきていますが、ここでお知らせいたします、ただいまのスタートにおきまして1号艇松尾、6号艇小月、1番6番はフライング変換欠場となっています。1番6番に関する投票権すべて発売額と同額で返還いたします。どうぞ大切にお持ちください。大キック1番2番3番4番5番6番スタートしました。2号艇の石野がトップタイミングですが、かなり早いスタートとなりました。1マークの攻防に向かっていきます。1号艇の浜崎の外行った3号艇の前田に握った4号艇の枝を、ここで皆様にお知らせいたします、2号艇の石野はフライング変換欠場です。2番に関する投票権すべて発売額と同額で返還いたします。どうぞ大切にお持ちください。